城海岸ビーツマーケットに来ました。見てください、すごい人です。おはようございます。おはようございます。これで行く場所を考えてみましょうかね。立山 TV も出てますよ、85番。あ、本当すごい青空、天気が良すぎです。立山の人が全員集まってんじゃないかってレベル、原宿のようだ。こんなに人いたのみたいな感じ。南房総といえば野菜ですよね。野菜ちょっと野菜見てみましょうか。はい、イチジクですよ。あとこんだけですよ。あとこんだけですね。いつも売り切れるイチジクですよ。マジですか。イラスト描いたんですよね、これ。あ、そうなんですね。移住してきました。青木さん、はい、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、この里山ファーム8。今日大人気ビーツです。大人気ってことですか。はい、大人気。うちがメインがこのキャンプ、グランピングでやってるんです。で、グランピングでお客来ていただいたお客さんに、あの出せる野菜を今作ってます。はい、袋は大丈夫です。あ、大丈夫。いらっしゃいませ。これを1枚ください。はい、ドリンクセットで。ありがとうございます。美味しそう。いただきます。じゃん、バーベキュー協会さんが焼いたステーキです。こちらはフェアトレードと金物のお店になります。これあのチャイのチョコレートバージョンです。チャイだ、はい、チャイ。これは何ですか。これはの人たちが手作りで作ってる、あの鍵なんかにちょっとつけたり、バッグにつけたりするやつですね。810円。810円、はい、ありがとうございます。10円。じゃん、フェアトレード、はい、ありがとうございます。どうも。うちで使う普段使いにちょうどいいサイズだし、あ、いいですね。これいけるよ。はい、じゃあこれいただきましょう。取られたそうで、ね、今はもうそんな他県の方も出店するようなすごいイベントになってしまいましたね。いや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 。はい、今日スタミナ串売ってます。立山で、ね、一番美味しいんで、ぜひと皆さん食べに来てください。はい、お待ちしてます。美味しい居酒屋ですからね、ここね。夜も楽しめますか。これは何ですか。猫のチグラです。チグラ、そうです。チグラって何ですか。チグラって、まあ、本来はカゴみたいな素材とかで作るんですけど、これは手編みのアクリルテープで編んだチグラで。チグラって猫が入るの。そうです、そうです、そうです。この中で昼寝したりとか。あ、そうなんですか。そうです。丸まったりとか。可愛いですよ、ぜひ。おすすめです。Thank you.